はい、そしたら糸を通します。まずはこの竿先、穂先カバー、これを外して、で、これがガイドって呼ばれる、これが糸を通るところですね。ここにリールから出ている糸の一番端っこ、これをこうやって通していきます。で、これこの時にこう1個入れるのを忘れたりとかってすることがあるんで、確実に1個ずつ全部通していきます。こうやってね、で全部通ります。で、通ったらちゃんとこうね、糸がまっすぐになってるかどうかね、これで全部通ってる状態ですね。